皆さん、こんにちは。えー、森永康平のビズアップチャンネルということで、えー、この月曜日はですね、私単体でちょっとゲストがいないんですけれども、えー、今日はですね、何を話そうかなと思ったんですが、あの前回自己紹介の動画でもお話しさせていただいた通り、私今、株式会社マネネという会社を経営しておりますが、まあ、この会社はですね、金融教育を日本で普及させたいと、 ということで、2018年の6月に作った会社なんですけれども、どうでしょう金融教育って聞いて、なんかパッと思い浮かぶことあったりしますかね最近ですね、私がちょっと個人的にっていう話なんですが SN、SNS とかネット見てると、まあこう、金融リテラシーとかですね、マネーリテラシーみたいな言葉をよく目にするようになったなという印象があるんですが、 まあそういう金融の知識を身につけさせようということで金融教育というのをやるんですけれども、まあ、なんで最近金融教育または金融リテラシーマネーリテラシーという言葉をですね目にしたり耳にしたりする機会が増えてきたのかなというところから今日ちょっと皆さんとですね考えていきたいなと思うんですけれどもまあいくつかですねちょっと今日あげ、持ってきましたが、まあ、金融教育に注目が集まりつつある理由というのは まあ、いくつかいっぱいあるのかなと思っていて、えー、まずですね、これあの、皆さんももう、2年、2、3年前に聞いたことあるかもしれませんが、この老後2000万円問題というのがですね、一時世間を賑わしたことがあります。でこれは何かって簡単に言うとですね、えー、老後の資金が2000万円足りなくなるという話です。要は、なんとなく日本人は年金があるので、退職金と年金だけで退職してからですね、 まあ死ぬまで、その老後資金というのはそれで足りるって思っていたのに、えー、金融庁のワーキンググループが出した報告書によれば、えー、2000万円足りないよというような話が出てきて、まあ、それでみんながざわざわしたというのがあります。で、自助努力してねということで、国がですね、こうニーサとかイデコといったまあ非課税の投資制度というのを作ったと。まあこういうことがありまして、 今まであまりこう資産運用とか投資に縁のなかった人たちっていうのが、まあこの NISA とか IDECO とかっていう制度を使って資産運用し始めたと。で、この数年ですね、ちょっと足元日本株市場調子悪いですけれども、まあ、この数年は比較的、えー、こうアベノミクスだとかトランプ相場とかですね、あとバイデンさんが大統領になってからとか、ずっと株式市場だけは 堅調で、この中でもその様子っていうのは変わらなかったということでこの老後2000万円問題を契機に資産運用した人たちっていうのは比較的投資の成績も良かったとまあ、そんな中で実際投資やってみたらいろんなこと学んだなとでぜひこれは子供にも教えてあげたいなという親が増えたっていうのが一つあるのかなというふうに思っていますでもう一個はですね これ厚生労働省が出したデータを持ってきてますけれども、まあ、よく人生100年時代とかっていう話を聞くんですが、まあ、これをですね、金融機関が金融商品売りたいからこんな言葉作って不安煽ってんだろうっていう人もいるんですけれども、ただ実際にその厚生労働省のデータを見ると、2020年の日本人の平均寿命っていうのは男性で81.64歳、女性で87.74歳。 これは世界ランキングで見ると男性が2位、女性が1位ですから、えー、日本はもう世界トップクラスの長寿国であるということは言えるわけですし、えー、この平均寿命というのが、まあ、恐ろしいことにですね、これからも伸びるというふうに言われているわけですから、そう考えると別に人生100年時代というのは、あながち不安を煽るためだけの言葉ではないんじゃないかと。 で今ちょっとこの資産の話しましたけど負債ベースでもお金の知識必要になってきてんじゃないのっていうことがあります。まあ、それは今ご存知の通りですね今銀行にお金預けても全然よあの金利つかないですけれども、まあ、超低金利時代ですよねと。でそうすると住宅ローンの残高とか借入れ期間って今伸びていてこれ住宅ローン減税とか制度的な影響あると思いますけれども多くの人が変動金利でローンを組んでいると。 これ変動金利で今組んでいるわけですが、超低金利の間は別にそれでいいんだと思うんですけども、これから金利が上がったらそれってどうなるんだっけみたいなお金と金利の関係、こういう知識も必要になってくると思います。そしてもう一個ですね、2018年でしたかね、民法の改正がありまして、2022年の4月1日から、青年の年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられると。 え、いうこともあるので、今までは例えば、え、19歳とかだと、え、なんか、間違って変な契約しちゃったってなっても、未成年だから取り消しっていうのはできるわけですが、まあ、それができなくなっちゃうということで、まあ、そう考えると、え、しっかりとお金の知識を身につけておかないと、19歳、18歳だからといって、え、子供だからしょうがないでしょうっていうのが効かなくなっちゃうということで、お金の知識必要だよね、と。 で、もう一個はですね、これ、オレオレ詐欺とかも含まれますけども、特殊詐欺と呼ばれる、まあ、そういうオレオレ詐欺みたいなのが複雑化してます。え今の子供たちみんなスマホをポチポチいじってるわけですけれども、やっぱそうしてると変な広告を踏んじゃったりとか、まあ、あとは、その、ゲームの中のメッセージ機能を使って、まあ、変な話を持ちかけられて気づいたらお金を騙す、取られているとかですね。まあ、あとは最近私が、まあ、最近というかちょっと前ですけども、大学生、 教えている大学生から実際に聞いた話で言うとまあいくつか記事書いてるんですけども USB メモリーを買えとでこれを買ってトレードすると、まあ、絶対儲かるみたいな形で確かですね40万とか50万ぐらいで買わされてしまうと。 ただまあ学生ですから、そんなお金持ってないだろうって皆さん思うかもしれませんけども、最近の詐欺師っていうのはとても丁寧な人が多くてですね、えー、わざわざ学生ローンのとこまで連れてってくれて、手続きも全部やってあげると。あお前は反抗して名前書けというところまでやってくれて、ご丁寧に USB を交わしてくれると。まあ、こんな詐欺も流行っているそうです。で、あともう一個はですね、こちら。 学生の2.7人に1人が日本学生支援機構の対応型の奨学金を借りているということですね。つまり、えーまあ、言ってみれば住宅ローンとかと同じような形で学生のうちから借金をしてしまっているような人たちもかなり多いと。まあ、つまり、この資産面でも負債面でもいろいろお金のことを考えないと、知識がないと損をしてしまう。または自分を守るためにですね、 これからは18歳といえども、えー、ちゃんと自分の意思決定のもとにお金を守らなきゃいけなくなると。と、えー、いうことで、金融教育という言葉に注目が集まっているんじゃないかなと僕は思うんですね。で、まあ、決定的に、えー、最近メディアでよく出てくるようになった理由がこちらです。えー、2022年の4月からですね、高校の家庭科の中で、まあ、こう、投資信託、つまり資産運用の話が まあ、扱われるということで、これがまさに金融教育じゃないかというような形で、えー、おそらくですね、今後、来年の4月に向けて、どんどんいろんなメディアが金融教育、金融教育という形で報じていくんだろうなと私は思っています。で、えっ、ー、と、まあ実はいろんなところで私記事書いているんで、詳しくは素材を読んでいただければと思うんですが、えー、基本的にはですね、もう大歓迎です。 はい、この流れに水を差す気は一切ないですしあのなんかちゃちゃを入れる気もないですあのぜひやるべきだと思いますただ問題点も当然いくつかあると思いますこれは別に水をかけてですねこの流れを止めたいんじゃなくて逆により良くするための提言なんですけれどもどうもですねこの投資をする投資を教えるから金融教育だという論調がまあメディア見てると多いなって思っていて私はこれよくないと思いますね それはどういうことかっていうと、お金の話っていうのは別に何も投資に限った話じゃなくて、どうやって稼ぐか、どうやって使うか、どうやって貯めるか、そして詐欺とかからどうやって守るかっていう話もありますし、その中に増やすという選択肢があって、そのうちの一つが投資であるんだと。つまり、すごく広いお金の話の中の一個が投資でしかないということなんですね。 なので、金融教育イコール投資教育みたいな流れに持ってってしまうと、やっぱ日本だとまだ投資って危ないとか、えー、ずるいとか危険って思ってる方も多いので、金融教育イコール投資教育になっちゃうと、金融教育がやっぱなんか怪しいもののように思われてしまうんですね。まあなので、理想は金融教育をするんであれば、投資の話だけじゃなくって、もっと広いお金の話。でさらに言うと、 その経済の仕組みであるとか税金の仕組みであるとかあとはまあ募金3級ぐらいのレベルの仕分け会計とかも本当は入れた方がいいよねと。でただしですねあの私も創業当時は、まあ、義務教育化すべきだと意気込んでですねいろんな各省庁ですとか実際に学校の先生たちとも議論を重ねてきたんですけれども、まあ、ある時に無理だなと。 それはどういうことかっていうと、やっぱ今の先生たち、教育の現場ってすごいある意味ちょっと大変で、英語も義務教育やれ、プログラミングもやれと、こう、あれやれこれやれになってしまうと、もうパンパンになってるんですね、カリキュラムが。ここに金融教育もやれと。で、しかも投資だけじゃダメだ。これも教えろ、あれも教えろって言うと、もう現場が疲弊しちゃうんですよ。なので、えどうすればいいのかっていうと、まあ私のような民間で金融教育をやる人が出てきたりとか、 あとは一番手っ取り早いのはやっぱ家庭で教えてあげるということだと思います。で、実際にですね、この金融リテラシーってあんまりこの関連する統計があんまないんですよね。あの、金融広報中央委員会さんが出している金融リテラシー、リテラシー調査ぐらいしか、えまともなやつがないんですけれども、え、これ2019年版ですが、ちょっと字ちっちゃいんですけれども、これ何が言いたいかっていうと、 金融教育を行うべきだと思うという人はもう今日本に7割近くいますね67.2%いますとただし学校で受ける機会なかったと言ってる人が75%そして家庭でで受けけたことととはないいいう人も6割ちょっといるわけですで。その結果何が起きているかというと自分の金融知識に対する自己評価っていうのが例えばアメリカと比較しても非常に低い。 つまり教わる機会がなかったから自分には金融知識がないというふうに、まあそこを思っている時点で偉いんですけれども、まあそういう人たちが日本には多い。そしてこれ海外との比較っていうのもこの調査の中で出てるんですが、まあアメリカと、これ正確に言うとですね、同じテストやってないんで横比較するのどうなのっていうのはもちろん分かった上で出してますけども、 ま、似たようなテストをやった結果、アメリカに比べると日本のこの金融リテラシーの調査では正当率が低かったし、OECD 調査と比べても欧州各国と比べて日本の成績というか調査結果、正当率が低かったということがあるわけでございます。 で、これはあの、アメリカとかですと、えー、特にそのアメリカの国としてのですね、金融教育の統一され、統一化されたカリキュラムってないんですが、それでも州ごとにですね、あの、義務になってたりとか、と任意で選択できたりとか、まあ、州ごとには決まっていますし、アメリカの場合だとやっぱり民間企業とか、民間団体みたいなところが、え、主導して、まあ、お金の話というのをやっていますし、 まあヨーロッパなんかで言うと、イギリスなんかはどっちかというと、国として、金融教育を推し進めていたりするわけなので、まあ、何でもかんでも欧米の真似しろという気はないんですけれども、まあ、金融教育という観点で言うと、残念ながら、日本が出遅れているというところは、間違いなく言えることなのかなというふうに思うわけでございます。で、これはですね、同じく金融リテラシー調査の中で開示されているグラフなんですけれども、えー、まあこれ一つ、 ずつちょっと言っていくとですね、えー、生後問題の正当率が、え、年齢を減るにつれて上がっていくよというグラフになっております。で、よくこのグラフを見て、あれちょっと待ってと。年齢上がっていけば上がっていくほど正当率上がってんだったら別にいいじゃんという話をされる方いるんですけど、いやこれ全然良くないんですよ。で、なんでかっていうとですね、これ要は、本当戦場にですね、武器も持たさずに、 オラってこう突き放してで戦場の中で戦いながら怪我をしたりしてこう戦闘力を高めていってるっていうだけなんですねつまり10代とかのうちにお金のこと何も習わないまま、えー、例えば22歳とかのタイミングで社会人になったとでその瞬間に自分で一人暮らししてなんか家賃のやりくりもしなきゃいけないしなんか会社に行ったら保険の人が来て保険契約しちゃったし 4 0 1系っていう制度があるから、まあ、よくわかんないけど、とりあえずこのファンド買っとくか、みたいな。まあ、いろんなことをやっていく中で、うわ、あれ、あの保険いらなかったな、とか、あの時なんであのファンド買ったんだろうな、みたいな失敗を繰り返していく中でみんなこう、戦闘力が上がってるってだけの話なんですよね。これ誇らしく思っちゃダメで、むしろ私が提唱したいのは、え、融教育もう幼少期からやって、もうこの7割ぐらいの正当率に引き上げた上で、え、社会に出れるような、 状況を作ってあげるべきなんじゃないのというところがまずあるのとあとはですねこれちょっと結果論じゃないのみたいなところは私も思ったりするんですが年収と金融資産の額もですねこの正当率の高さに比例してるよとつまりお金の知識がある人の方が年収も高いし金融資産もいっぱい持ってると。 いうことで,す、ね、でまあこれは確実にこうなるっていうわけじゃないですけどもただ当たり前の話でそれはお金の知識がある人の方がお金は稼ぎやすいだろうし蓄えやすいだろうっていうのは別に間違ったことではないかなというふうに思っています。でですねちょっとまあこの私本業がこれなのであの グダだと金融教育について語ってるとですね、これ10時間コースとかになっちゃって、皆さん倒れちゃうんで、あのー、これフォーブスさんで今連載持ってる記事ですね。夏休みに子供と始めるお金の勉強。なぜ今金融教育が必要なのかとかですね。まあ、あとはそのこれ週刊エコノミストさんで書いてますけども、家計の金融資産が日本の5倍のアメリカで4歳児が学んでいる驚きの金融教育とはと。 これたまたまちょっとホーブスさんとエコノミストさんの記事ちょっと例に出してますけども別にこれ以外にも私いっぱい金融教育の記事書いてるんでまああのグーグルであの私の名前と金融教育みたいな感じで検索すればいくらでも出てくると思うんですけれどもあの例えばねこのアメリカでじゃあやってる金融教育の中でまあ一つ面白いのをちょっと紹介だけしとこうかと思うんですけれども私もあの創業した時に あの、アメリカのものをそのまま翻訳して日本で使えるとは当然思ってないですけれども、とはいえ何も見ないままやるのもなってことで、実はニューヨークに住んでる友達から、アメリカの金融教育の教科書を送ってもらって、それ全部翻訳したんですよ。で、びっくりしたのがですね、その未就学児、つまり小学校に入る前の子供に教えてる絵本の中で、もちろん絵本ですから、もう全然文字もでかいですし、片方のページ絵しかないですし、 あの内容もすごい簡単なんですけど、えー、その中の一つにですね、えー、オポチュニティコストという単語が出てくるんですよねで、まあ、これは日本語に直せば機械費用みたいな多分訳し方になるんだと思うんですけれどもこれはつまり何が言いたいかというと、えー、ついつい日本の場合はですねお小遣いをあげたりとかお年玉あげたりするとつい口癖のように「お前無駄遣いすんなよ」と「貯金しとけよ」みたいな話をついついしちゃいますよね。 これ多分もう反、本能的にやってるんですよ。別に、深い意味ないんですよ。無駄遣いすんなよってだけなんですよね。ただ、そうじゃないよね、と。つまり、それは何かというと、お金をもらった場合に、そこにはいくつか選択肢があるわけです。で、アメリカの場合だと、貯金箱に穴が4つあって、えー、なんか、増やすとか、寄付するとか、投資するみたいなこう穴が分かれてるんですけど、つまり、いくつか選択肢あるよね、と。で、その時に思考停止して何でもかんでも貯めるっていうのが偉いんではなくて、 例えば今この瞬間これを買うのが一番自分にとって満足度が高いということであればそれを選択すべきであって必ずしも貯金したかから偉いいととじゃないよとつまり何かが起きたつまりお金をもらった時にそれをどうするかっていうところにはいくつも選択肢があって一番満足いくものを選ぼうねとで逆に言うとそれを選んだということは他の選択肢は捨てたよね っていう常にことを未就学児つまり3歳とか4歳の子に絵本ベースで教えているというところに私はちょっと驚いたんですよね。これは別にアメリカに来産するわけじゃなくってつまりこういうことをちっちゃい頃からやっているとつまりそれは投資がどうだみたいな話じゃなくってあくまでお小遣いをどうするかみたいな。 レベルの話なんですけれども、まあ、このレベルでいいから、家庭でちょっと話してあげると、えー、日本でも、この金融教育っていうのが少し続くんじゃ、あの、根付くんじゃないかなというふうに思います。で、あとはですね、もう書籍、まあ今ちょっとこちらの表の方にも並んでますけれども、まあ、結構お金の、あの、本も書いてますんで、こちらもしよかったらですね、ぜひ手に取っていただければなと。あの 今映ってるお金と経済の仕組みという本に関してはですね、これあのファクトフルネスっていうあの流行った本ありますけども、あんな感じでちょっと各章に全部問題がついてるんで、まあ、ダラダラ読むのがだるいという方もいると思うんですけど、これはなんかクイズやってるうちに読み進められちゃうと。で、こっちがですね、あの父親投票紙に映ってますけども、まあ、タイトル通り、えー、親子のそのお金についての本なんですけども、 これちょっと書評を書いていただいた時にあの書いていただいた内容の中でちょっとなるほどって思ったのがその書評を書いていただいた方が言うにはですよ教育論なんていうのは誰でも書けんだと。それは確かにそうなんですよ別にうちは子を育てたいとか育てるべきだとこれは誰でも言えるんですけども教育論で大事なのは検証ができているのかどうかだということをちょっと書評を書いていただいた方が言っていたと。 で、これは確かにすごい難しくて、時間がかかるんですね、答え合わせに。さあ、つまり、こういう教育をしました。こういう本は世の中に腐るほどありますけども、え、じゃあその結果その子供どうなったのっていうのの答え合わせって20年とか30年かかるわけですよね。だから教育論って結果込みで実をつうとすごい時間かかると。で、この本のユニークなところは、えっと、うちの父親が、うちの父親のお父さん。つまり僕から見るとおじいちゃん。 からどんな教育を受けてて今に至っているのかで父親から僕がどんな教育をお金に関して受けたのかそしら僕が今、えー、自分の子供にどうやって金融教育してるかこのある意味森永家4世代を、えー、サンプルにやっているんでまあ人4人の人生のプランって考えるとまあ検証すると結構な年数ないと本当は実証実験できないんですが、まあ、それが一冊、まあ、ちょっとうちの子の結果はまだ分かんないですけども。 それが一冊にまとまっているということでちょっと見ていただければなと思います。で、実際に今日のちょっと動画を見ていただいて、まあ確かに金融教育大事だなと。ただでも学校でやってないんでしょうと。でいう場合に、えー、実は私も積極的にですね、お金のイベントっていうのはこのコロナ禍でもオンラインでやってまして、まあ、今回ですね、あの東京メトロさんと、あとビアさんという会社とコラボしてですね、 あの学校では教わらないお金の勉強っていうのを、えー、小学校高学年と低学年向けに、それぞれこれオンラインになっちゃうんですけれども、やって、やる予定です。で、まあこれはちょっと一つの例として出してますけれども、結構私はあの、地方自治体さんから依頼を受けたりとか、まあ、あとはその学習塾の方から依頼を受けたりする形で、結構関東中心ですけども、まあいろんなところで、 あの、こういうお金の勉強のイベントとかもやってますんで、まあ、ちょっと動画も始まったんでね、動画の中でもちょっと適宜皆さんにあの、告知していきたいなというふうには思うんですけれども、まあぜひこういう機会もあるんで、夏休みとか利用してまあ参加していただきたいなというふうに思っております。はい、ということであの、私単独の動画はあんまり花がないんですけれども、私の本業であるですね、金融教育について今回はちょっと喋らせていただきました。 チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。